もトップラビットの立ち方は悪人トップです。ということで今回は千里眼を持つ人の特徴についてお話ししていきたいと思います。お願いします。千里眼が僕わかんないです。あ、ドラマーです、女性のということで、まあ千里眼が何かっていうのを説明しますと、はい、かなり離れた場所のものを細部まで確認できるっていう力なんですね。で、一般的にはまあ遠方にあるものを肉眼では確認できないものの細かいところまで見えちゃうっていう力なんですけれども、これは数百キロ離れた場所で起きた火災を察知したという話など比較的分かりやすいものが多いっていう能力、はいはい、で、これなんで千里眼っていうものがあるってなったかっていうと、携帯電話やパソコンが発明されるはるか以前の話、こういうなんか火災を当てたりとかがね、で、もし起きてたとしてもその事実を絶対に知らないような人が、あそこで火災起きてるっていうのを言ったりしたから、はいはい、千里眼があるっていう風に噂されてるらしいんですね。なるほどなるほど。で、これはまあ定かかどうかわからないんですけど、うん、千里眼を持っている人の特徴としては、他に箱や封筒の中に入っているものが何なのかを見抜ける能力があるらしい。だから隠れてても中身が何かわかんない。投資やん。そうで、これは一般的には投資と呼ばれているもので、別の能力だと思われがちなんですが、これは千里眼の一つらしいです。なるほど。だからテレビとかに出てくる投資能力でどうのこうのみたいな人らは、あれ千里眼と。あ、じゃあなるほど。普通の肉眼じゃ見えないってことだよね。見えない。だから A5 ランク黒毛和牛眼だったら見れるってことだよね。 A5 ランク黒毛和牛眼、はい、あの普通の肉眼じゃダメってこと。はいはいはい。で、この人たちっていうのは自分の能力を自慢しないらしいんですよ。で、これ理由があって、これは明治大正時代の日本で大ブームを引き起こした、まあこの事件というか、この千里眼っていうお話があって、そこでまあ 2,3 名特に有名な千里眼使いの女性たちがいて、実験時の不備などを理由にインチキ扱いをされたり、まあこれは手品なんじゃないか、要するに種があるんじゃないかっていうことをされて、それで有名になってしまったと。で、こうした影響もあって、投資ができる人の中には自分の能力をひた隠しにして、まあその叩かれたりとか疑われたりするようなことを防ぐという傾向があるらしいですね。で、下手に能力を見せるとマスコミに囲まれて面倒になるし、何かあればすぐにインチキ扱いされて世間から叩かれてしまうので、まあこれは悲しい能力にありつつもある。ああ、じゃあもう脳ある爪は高隠すと一緒。高隠しちゃってる爪が、あれ爪めちゃくちゃ脳あるめちゃくちゃ脳ある爪が脳ある爪が高隠せんの人でもなかなか厳しいよ。隠れろ言うても入らんからな。逆っすね、隠しちゃうんだ。そうね、だから、うん、絶対信じてくれるわけないですよ。そうなんだよね。悲しいな。で、この能力ってのがもっとすごくて、未来や過去の出来事を見ることができる。過去もいけるっていうことですね。千里眼を持っている人の特徴としては、他に未来や過去の出来事を見ることができるというのがあります。これは占いや予言と混同されやすいのですが、千里眼が持つ能力の一つなのです。で、この能力を使ってくださいって言った時に、高いお金を要求する人っていうのは占い師か詐欺師だと考えていいっていうことですね。それを仕事に使うような人は、そうだから、これって結構曖昧なゾーンではあるから、だから気をつけた方がいいねっていうことでね。で、これこっからが面白いです。千里眼が使える人は五感のどれかの発達が遅れている。ほうほうほう。まあさっき言ったある時代に有名だった一人の人物は、透視能力があるとされ有名になった方ですが、彼女は生まれつき難聴であったとされています。大人になる頃には特に右耳の状態が悪かったと言われています。そのため聴覚が悪い彼女には、それを補う形で第六感が徐々に発達したのではないかと言われています。まあちなみに第六感というのは直感のようなもので、本能的に知ることができる能力とされています。まあ英語名でシックスセンスとも言うわけですね。あ、かっこいい。あ、だから耳が聞こえない代わりにそれを補うように見えるようになったんじゃないかっていう。なるほどね。いや、俺逆に言うと五感結構鈍いですよ。結構俺天然なところあるじゃないですか。天然って五感の一つでしたっけ？なんかさ、はいはい、感覚が鈍いっていうか、でもその分やっぱりすごい敏感なんですよ。確かに全身性感帯なの。そうなんですよ。五感が発達しない代わりに五感が発達してるんですよ、うん、うまいこと言わんねえねで、さっき言ってた過去が見えるっていう能力ですね。まあ過去は人の過去や前世だけではなく、場所の過去、物の過去など様々なものが見えるようです。その見え方は、その人や場所が持つオーラや守護霊などが見え、感じるという捉え方。で、まあこれは予知能力っていうものと同様に、イメージを察知するっていう見え方をするらしいです。なるほどね。
で、千里眼の人たちは遠く離れた人や物も見える。遠く離れた人や物が見える能力は1972年アメリカ人研究者によって遠隔透視と名付けられました。それは詳しく言うと、視力を含む視覚手段を用いて通常は見ることができない距離や範囲での出来事まで分かる能力のことです。日本テレビの番組にも出演し、能力を公のものにしたアメリカ人男性マクボー・ニーグル、有名だよね。マクボー・ナガル、いや違う、先生来ちゃった。あ、俺の推しメンだ。推しメンなんだ。めちゃくちゃ可愛いよね、あの人。いや違う、マクボー・ニーグル氏の遠隔透視は FBI の事件解決にも役立ったと言われています。このようないくつかの見逃せない事例もあって、遠隔透視能力は研究機関が存在するほどに研究されています。マクボー・ニーグルはさ、はいはい、やっぱ朝ごはんは穴開いたパン食べるのかな。それベーグルマクボベーグル。いや確かに冬になってさ、こういうのやってさ、スキーで滑るからさ、それモーグルですで、まあこれはちょっと謎なんですが、謙虚な性格、千里眼を持っている人は謙虚な人が多いです、うん、高圧的な言動や言葉で相手を自身に従えようとすることはありません。基本的に我慢強く、自分のことはいつも後回しになっていることが多いのも特徴的です。また千里眼で誰かの役に立つことがあっても見返りを求めないところがあります。これでもさ、正しいと思う。なんですか。だって何かが五感で発達してなくて、それを補うように千里眼が自分の元にやってくるわけでしょ、うん、ってことは五感が発達していないことによって不自由することが多いから、うん、それを助けてもらったりしてる経験が多いはずなの。なるほど。あ、それに対する人生的な感謝があるから。なるほど。それに対して何か返したいって思いで使ってるから。だからさっきも言ってた、お金を求めてきたりするやつは嘘っていうのがちょっと分かりやすい。あ、なるほどね。なんかあったけえ話になってきた。感謝の気持ちってことか。それ今この全部の話を聞いた上で、うん、俺持ってるなと思って、はい、お腹痛い時によく使うんですけど、セイロガンをして、はい、でやっぱそれを言って受けると思って見えたわけじゃないですか。四里眼しかない。で千、なんか千のうち四しか、四しか。君四里眼、四里眼ですか。はい。ということで以上を説明したのが千里眼の能力なんですが、本当に見えるよって時ある。いやでも分からんよ、そのまだ俺らは覚醒してることに気づいてないかもしれんし、見てる人もこれ千里眼かもっていう経験があってもおかしくないよね。だって何かが発達が遅れたりしてる人に生まれてくるでしょ。で僕らなんて脳の発達終わってるじゃないですか。だからこの人たちはあるんですよ。まだこれ人の気持ちかな、やっぱり。あー、気持ち的な千里眼ね。人が今どういう感情でとか、はいはいはい、目に見えますって言ってるじゃないですか、はい、あの先週の動画とかさ、はいはい、まあ、今月になって結構言ってるんですけど、はい、さっきも僕のソファーの上にスニッカーズのひんむいて食い終わったやつソファーの上に置いてあったんですよ。一番見えてない。え、いやでもこれからあれは捨てる予定ですから、今はあそこで展開してるけど、すぐ捨ててほしいっていう気持ちが千里眼なら見えるはずなんですよ。二里眼です。俺中学生の時にめっちゃ持ってたかも。なんで？あの体育終わった後に教室戻るじゃないですか、はい、で次の授業体操服みんな受けるんですよ、うん、あのブラめちゃくちゃ見えてました。あ、僕も見えてましたね。え、これ、いや、そうなの。俺も、あ、持ってる。全員全員持ってる。いや俺なら、あのファブリーズしてあげてましたから。あ、俺ファブリーズ持ってて、はいはいはい、スケード増してましたから。あの体育終わりだからファブリーズしてあげるっつってめっちゃスカしてましたから俺。犯罪なんですか。いや、もう全然喜んでましたけどね。でもありがとうって言ったらエロい子が溢れてますよ、この世。みんな持ってるエロリ感が。やっぱエロリ感。まあもし持ってる人もこのような僕たちのように悪い使い方はしないように気をつけてください。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。やっぱ千里眼持ってんな。何ですか。エロリガンの話してる時、はい、視聴者の8割がキョトンとしてるの見えます。いや、それでかいっすね。やっぱ見えるわ。
何でもいいのであなたが思う朝食を作ってください。はい、味見していきます。うざいなぁ、味見の仕方が、うん、誰も見たことがない料理番組が始まる。手じゃあかんの？いや、手だと汚れるんですよ。汚れちゃあかんのか？汚ねえからかんだらましで。料理が好きなやつ対料理をしたことがないやつ、究極のバトルが今始まる。新番組ノンラビキッチン、今週日曜20時よりスタート。チャンネル登録は概要欄から。いや、多分もう春が多分俺に勝つビジョンがもう見えなくなっちゃう。今後もない。いや、本当申し訳なくて、なんか気まずくなんないかな、関係悪くなんない。なるか、こんなんで。